新型コロナワクチンの4回目接種を進めようと、貸し会議室を運営する TKP は、企業の職域接種を代行するワクチンセンターを仙台駅近くに今日から開設しました。貸し会議室大手の TKP は、会員企業などを対象に、職場単位で接種を行う職域接種の手配を代行するサービスを全国で手掛けています。このうち仙台駅西口に設けられた職域ワクチンセンターでは、今日から4回目の職域接種を開始しました。採用ですとか、研修というのは、対面式が、需要が増えてまいりましたので、より安心安全に、やっていただくためにですね、第4回ワクチン職域ワクチンセンターを開設した次第でございます。使われるワクチンは BA.1 対応のモデルナ製で、この日は3社合わせて60人ほどが接種しました。3回目と接種して結構時間が経ってたのと、そうですね、仕事柄医療機関に行くことも多いので、自分の予防と特席とかにご迷惑をおかけしないように。予約は25人単位で1日に400人が利用できます。現在も枠に余裕があり、年末までの予約を受け付けています。